聖林の章、深淵の中で。ここ？おっと、とりあえず武器はなしだ。なるべく動かないでもらえると助かる。何？お前は、クロード？無事だったのか？無事だったも何も、俺もディミトリもいきなり派手な魔導に巻き込まれたんだぞ。ああ、あれはお前の仕業だったのではないのか。俺たちは気づいたら揃ってこの暗い謎の空間に転がってたんだ。その様子では何も覚えていないようだな。お前は豹変し、仲間に剣を向けた。一度は混沌させて捕らえたが、目覚めて逃げ出したお前はやはり別人のようだったと聞いている。混沌させて？いや、おぼろげながら記憶があるな。そうだ、ラルバが灰色の悪魔を撃てと。あれはラルバだったのか？ラルバ？いつからか声がするんだ、俺の頭の中で。頭の中で？おかしな話だろ。だから誰にも言ってなかったんだかな。そのラルバというものが突如として牙を剥いたということか。ああ、信じてはもらえないだろうが、そういうことだと思う。俺から言えるのは、ここにはラルバの謎の術で引き込まれたってことと、どうやら今の俺の中にはラルバはいないってことだ。いない？どういうことだ？自分の中に存在を感じないんだ。その代わり、どこか遠くにいる気がする。遠くってどこだよ。話が漠然としていて、正直さっぱりだ。少なくとも今はいつも通りの様子だし、俺は信じてやりたいと思うが。まあ今議論すべき話でもないか。どうせ答えは出ないだろうしな。それより、俺たちはこの得体の知れない場所を抜け出せるのか？遠くとは言ったが、どうもラルバがいるのはこの闇の中な気がするんだ。ラルバを見つけ出して術の正体を突き止めれば、戻れる可能性はあるかも。おっと、これはまた随分と楽観的だな。だが、他にこれといった情報もない今、それにかけてみる以外の道もあるまい。一度周囲を見て回ろう。何か手がかりが。あ、デミトリ？おい、いきなりどうしたんだよ。大丈夫か、エーデルガルト。やはり君も巻き込まれていたんだな。あなた、どうして？ここはどこなのかしら。俺たちにもわからない。とにかく戦う意志がないことだけは理解してくれ。俺たち、あなた以外に誰が？ディミトリ、どこに行くんだよ。何か気になるものが。エーデルガルト！どうやら私の預かり知らないところで、いろいろと物事が動いているようね。俺たちだってよく分かってないさ。それより、エーデルガルト、さっき顔を合わせた時とはだいぶ様子が違うみたいだが、どうしたんだ？そのさっきというのが、いつのことか分からないのだけれど、つまり前後の記憶がないのよ。最後の記憶はアリアン・ロッドね。そこにいるディミトリと対峙していた時にタレスが現れ、
私に闇の窓を。それは半年以上前のことだ。フェニア子爵の言によれば、君は長らくエーギル公の傀儡であったと聞いている。そしてエーギル公もまたタレスに踊らされていたと。半年以上ということは、帝国は、いや、あなたたちに聞いても仕方がないわね。帝国はアリアンロッド海戦で王国と戦ってから様子がおかしくなった。国は荒れ、軍機も乱れ、その暴虐っぷりに王国と同盟は手を結んだんだ。俺たちは帝国を止めるための戦いの真っ最中さ。連合軍と帝国軍はアリルで激突し、帝国軍は回走、君はエーギル公と共に逃走した。エーギル公を撃って君を探す途中、何者かの術に巻き込まれ今に至る。解説ありがとう。耳を塞ぎたくなる話だわ。おそらくタレスは何らかの術で私を操り、国を欲しいままに動かしているのでしょう。あの男はかつて私の叔父アランデル公の肉体を奪い、摂政として国を牛耳っていた。その繰り返しを、まさかこんなより最悪な形で実現してくるなんて。やはりタレスの正体はアランデル公だったのだな。エーデルガルト、お前も手伝ってくれ。ここを抜け出す方法を探さなきゃいけない。構わないと言いたいところだけれど、せめてもう少し状況を教えてちょうだい。私は半年以上眠っていたようなものなのでしょう。そうだな、周囲の捜索に出るのは少し休息を取ってからにしようか。クロード、そろそろ聞かせてもらおうか。戦いの先にお前が何を望んでいるのか。よこしまな考えはないって言って、もお前は納得してくれないよな。仕方ない。はっきり言おう。俺の望みは中央教会を、大司教を排除して、今の凝り固まったフォドラの秩序をぶち壊すことだ。ぶち壊すだと？あ、紋章と引き換えにお前たちに責務を課し、自由な人生を奪っているのは誰だ。お前やお前の友が望まぬ地位を、望まぬ婚姻を強いられるのは誰のせいだ。それに教団はフォドラの外の国との公的な外交まで禁じている。スレンやアルビネに近いファーガスにとっても面白くない話だろ。要するにお前たちは教団にこそ良い感情を抱いていないのであって、ファーガスという国そのものに敵意を抱いているわけではないということだな。ああそうだ、俺たちにはお前らと戦って得なことなんか何もないんだよ。それに敵も教団そのものというより、意思を決定してる連中、教会の上層部だけだ。クロード、お前の考えは理解できる。個人としては賛成してもいいとさえ思う。個人としては？
国王としては反対か？理由は3つだ。まずファーガスにとって教団の排除は王権の否定を意味している。王の不在は人々に混乱と戦火をもたらす。その時お前たちは責任を取ってくれるか。2つ、闇雲に教団を切り捨てては教団や教団に近しい者たちとの軋轢を生むだけだ。そして3つ、痛みを伴う改革を行えば民にもお前自身にさえも危険が及ぶ。最初の2つはともかく、最後の1つはうなずけないな。心配はありがたいが危険は承知の上、それでも俺は挑戦する道を選ぶよ。わからないのか。お前が切り捨てようとしている者たちもお前と同じ人間なんだ。どんな新参希望を巡らせて、どれほど危険を犯さぬようにことを進めたとしても、そこに不利益を被る者がいる限り、いくら目をつもうとも必ず報いは来る。俺は人々を切り捨てる罪深さも、その報いも嫌というほど味わってきた。誰もが報いを受けるもんなんだ。それを恐れてちゃフォドラは前に進めない。古いまま取り残されたフォドラに待っているのは滅びだけだぞ。前に進む前に足元を固めておかなければ、いずれ必ず瓦解する。それに切り捨てられて苦しむ者がいるのなら、俺は彼らにも手を伸ばすべきだと思う。そうかい。全てを救おうとするお前の理想は俺には眩しすぎるな。俺からしてみれば、何にも縛られないお前の姿勢が羨ましく思えるよ、クロード。俺の目指す世界ではお前だって立場に縛られないで自分らしく。いや、ディミトリ、みんなを救おうとするお前の心根は正直好きだよ。お前が王でなかったら俺たちはきっと友であれただろう。友か。その言葉そのまま返そう。お前といれば俺にもまた違ったフォドラの姿が見えたのかもしれないな。やれやれ。何か言いたげね。せっかく話をする機会を得られたのに、いざ相対してみると難しいものだと思って。俺たちが腹を割って話し合うには少しばかり人が死にすぎた。そうかしら。私はそうは思わないけれど、でもあなたにしてみれば人を死なせすぎた私に悪腹はないのでしょう。だとしたら、あとは交わらぬ互いの道をただ信じて進んでいくだけよ。そういうつもりで言ったのではない。だが結局はそこに帰着するのだろうな。俺は己の選んだ道を正しいとは思わない。だが相応の覚悟を持って選んだつもりだ。私も道を選べているといいのだけど。まあいいわ。こうして口を動かすより
足を動かした方がきっと有意義よ。そうだな。だがその前に一つだけ俺の質問に答えてほしい。コーヒー・アンゼルマの母親の行方を知っているか？どうして私にそんなことを？皇帝ならば彼女の行方を知っていると言った者がいた。大方妄言だろうが。そう、私が彼女を最後に見たのはもうずっと前の子供の頃よ。帝国を追放される直前の。その後のことはあなたの方が詳しいのでは？そうか、そうだよな。ありがとう、答えてくれて。さて、まずここを抜け出す方法を見つけなければ。ええ、何においても外へ出ないと始まらな。いきなり揺れたな。本当に何なのかしらこの空間は。立てるか、エーデルガルト。ええ、ありがとう。今ばかりは互いの立場など気にしても仕方がないだろう。そうね、気にしないことにしましょう。ふと昔のことを思い出したわ。子供の頃にね、しゃがみ込んだ私の目の前に急に手が現れて、思わず手を取ってしまった。相手が誰かを確かめもせず。成長していないわね、私も。リミトリ、どうかしたの？いや、俺もいつかこうして誰かに手を貸してやった記憶があるなと思って。あなたはしょっちゅうやっていそうよね。誰に手を貸したのか全てを覚えてはいないんじゃないかしら。あいにくと俺は大事な相手の顔を簡単に忘れられるようなたちではないのでな。さあ、これ以上無駄口を叩いていたら二人に呆れられてしまうわ。この空間を脱しましょう。戻ったところで私が無事でいられる保証はないけれどね。リミトリ、何をしているの？置いていくわよ。ああ、行こう、エル。そうだな。こっちだ。無理はするなよ。さて、どっちが手前でどっちが奥だかも判断できない謎の空間だが、もう少し向こうの方に行ってみるか。ああ、そうだな。見る限りあちらの方はまるで様子が違う。どけ！失敗してしまったか。僕の腕もだいぶ鈍ったようだ。ラルバ、
探したよ。それに忌まわしき十魔の末裔、その指導者たちが図らずも揃っている。またとない幸運だ。悪いが、ここで死んでもらおうか。お前がラルバか。死ねと言われて素直に従う奴はいないだろう。この術を解いて俺たちを元の場所に戻してくれると嬉しいんだがな。それこそ戻せと言われて戻すわけがない。そもそもザラスの大禁事は一方通行だ。何人たりともこの永劫の闇を抜け出ることはかなわない。本当かしら。例えばあなたを撃つと術が解けるなんてことがあるのでは。ああ、出られもしない罠の中に入るなど死を覚悟したおとりくらいのものだろう。お前がここを出られるとしたら、俺たちに抜け出る手段があっても不思議ではない。そう思うなら僕を切ってみるといい。もっとも今の僕は幻影に過ぎないが、僕の目的を果たして帰る。一人でね。待て、ラルバ。お前の目的は何なんだ。どうして俺は操った。何をしたいんだ。僕はラルバじゃない。僕の名はエピメニです。地上を焼いた獣を撃つと誓ったただの人間だよ。それに本当に僕の目的がわからないのか。僕は人を、世界をこの手で救うんだ。そのために僕という存在を引き継がなければならない。君はそのための器なんだよ。器だと。何がどうなってるのかわからないが、とりあえず奴を追うぞ。仲間を犠牲にしてまでも僕を追ってくるのか。では最善を尽くすとしよう。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。あれはヒューベルト。やっと。偽物かしら。だとしたらこれも敵の魔法なのか。本物と寸分たがわぬ姿に見えるな。血迷ったか。共に復讐を果たすと誓っておきながら皇帝と通じるとは。お前がそんなことを言うはずがない。本物のお前なら理解してくれたはずだ。陛下、なぜ敵の死体と共闘しておいでで。消すべき相手は隣にいるかと。どういうこと。本当に、あなたが私に刃を向けるはずはない。クロード君、もう戦いなんてやめようよ。なんで私たちを傷つけるわけ。くそ、やりにくいな。万が一にも本物ってことはないよな。待ちわびた。悲鳴まで、まるで本物。不安になってくるわね。ようやく終わったか。次に誰が現れる。
これは転移、いや少し空間が歪んで、ここはどこだ。先ほどまでいたのとは別の場所のようだ。どうやらこの空間はねじれにねじれて自分の居場所さえ定かじゃないみたいだな。撃たれた仲間の悲しみを思えば怒りもまた生まれる。おっと、こいつは偽物だと分かるな。だが他の二人は見分けがつかない。自分で自分の偽物を撃つというのはどう。偽物に勝てる自信がないのはダメだけれど。なるほど、悪くない考えだ。この闇は魂の形を捉える牢獄。うつしおから切り離され二度とは帰れない。様子がおかしかったエーデルガルトが元に戻ったのはこの空間のせいか。私が二人いたら都合がいいわよ。あなたもそう思わない。いいぜ、任せた。それには同意するわけど、自分は信用できない。貴様、なぜ皇帝などと共闘している。皆の嘆きを忘れたか。早く仇を討て。ああ、現れたのが貴様でよかった。貴様は俺が最も殺してやりたい相手だ。俺もお前の野望を叶える好機じゃないか。なんでおとなしくしてるの。お前が俺なら分かってるだろ。運を天に任せるのが嫌いなんだよ。なんというか双子の兄弟でも殺した気分だ。この程度もらった。敵に感謝しなくてはな。幻影とはいえ最も憎い相手を殺させてくれたのだ。なかなか悪くない。まだまだ。自分が死ぬのを見るのは勇気分じゃないわね。よし、これで偽物はいなくなったな。ええ、そう見えるわね。ともかく幻影だとはっきりしたんだ。何が出てこようと黙って切ればいい。またか。今度こそあいつがいるといいが。よし、早く奴を探そう。この空間に対応してきている。驚くべき余韻だな。さあ、犠牲になってくれ。世界のために、命をつなぐ者たちのために。よくここまで来たね。だから運命の共同体。お前はナルバじゃないんだ。いや、たとえそうだとしても俺は戦う。たとえ僕を滅ぼしたとしても、この闇に出ることは当たらないというのに。待ったな。こうなったら切り札を切るか。時間が欲しい。あいつ
足を引っ張り合っている余裕はなさそうだ。やりづらいな。なんでここでお前が出てくるんだ。自分と戦う機会なんてないだろう。こんな状況だから少し燃えちまうな。クソ、本当に俺そっくりだぞ。気持ちが分かるのが悔しいな。俺が守ってやる。了解だ。俺が守ってやる。連携だ。準備はいいな。当然だ。二人、お前らの負けだ。諦めん。最後に頼れるのはこの者のみか。いや、勝負だ。いよいよ敵の策も尽きたようだ。決着をつけるとしよう。手を払ってもまだ届かないか。俺が守ってやる。連携だ。準備はいいな。当然だ。二人、お前らの負けだ。まだだ。君を駆り立てる。決まってる。俺たちの道を途切れさせたくないんだ。よくもまあここまで強くなったね、ラルバ。君の成長は喜ばしいことだ。なのにとても寂しい。ためらってはいられない。まだまだ。また一つ力を得た。どうやら無事に戻ってこられたみたいだな。本当に無事か？いろいろと理解しがたいことが起こっていた気もするが。ああ、一瞬の夢だったようにさえ思える。あの場所は一体何だったのか。エーデルガルトの姿は見えないな。もしかすると俺たちよりも先に戻ってきて逃げちまったのかもしれないぜ。そう遠くまでは行ってないだろうが、あいつが身を寄せるとすれば、それはガルグマクだろうな。帝国軍のゴズメも駐屯していたはずだ。
どうするんだ。このまま捜索もできるが、先に他の皆と合流した方がいいんじゃないか。そうだな。そう時間は経っていないようだが、皆が無事かは気にかかる。だったら俺も一度戻らせてもらうか。みんなを心配させるわけにもいかないしな。それじゃあガルグマクで再会しよう。先に帝国軍を片付けてくれて構わないぜ。ああ、待っているぞ、クロード。おじさま、私エーテルガルト、あまり心配をかけさせるな。万事我らに任せておけばよいのだ。これまでのように。